はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画の内容はこちらです。キャリアアップ、日社お化けと税理士試験について動画で紹介していきたいと思います。本日の目次です。キャリアアップについて、まあ、社会人、就活、転職に有利ですよ。っていう話と、日社お化けについての話と、勉強方法の体験談。あとは税理士試験でもキャリアアップが狙えますよというような流れで動画の方進んでいきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画、キャリアアップ日社お化けと税理士試験について説明します。本日の目次は先ほど紹介したこのような流れでいきます。キャリアアップですね。やはりね、皆さんね、キャリアアップしたいって考えるのって、やっぱ社会人だったりね、これからね、就活する、就活生だったり、あと転職を考えてる方だと思うんですよね。あとまずね、履歴書に書けるってとこですよね。簿記、3級、2級、1級ですけども、日社お化けは履歴書に書けるので、まあ、履歴書に書けるっていうことが大きな一つのポイントかなと思います。これはね、転職する際もそうですし、就活生の皆さんにも履歴書に書けるっていうのが大きいポイントの一つじゃないかと思います。事務や経理の職に就くのに有利になります。簿記を持っているってことは経理の基礎知識があるっていう風に捉えられますので、やっぱ事務や、ね、経理職に有利になります。あとこれはね、個人的にそうだなと思うんですけど、やっぱね、簿記を勉強し始めると世の中のお金の仕組みが身につくんですね。だから世界が広がるんですよ。今までよく分かってなかったお金の仕組みが分かるようになりますし、もし会社員の方でね、事務や経理職についてない方でも簿記を勉強することで会社のお金の流れが分かったりと、気づく点がたくさんあると思います。決算書を少しね、分かるようになる、読めるようになるってだけでもキャリアアップにつながると思います。さあ、それでは次ですね。日社お化け3級についてですけど、私が日社お化け3級をどうして受けることになったかって言います。税理士になるために、簿記論と財務諸表論っていうものを受験しないといけないんですけど、その簿記論はやはり日社お化けから3級からスタートするっていう必要性があったんですね。税理士を受けるための必要な基礎知識として日社お化け3級、2級というのを勉強を始めました。で、勉強方法についてなんです。大学が法学部だったんですね。なので簿記は右も左も何も分からない、ほんとど素人でスタートしました。で、まあ、とにかく何から始めていいか分からないので本屋さんにまず行きました。で、本屋さんに行くと、まあ、簿記3級2級の本ってたくさんありますよね。まあ、その中からね、選んでいって、まあ、自分に合って分かりやすいかなと思うような本を買って、とりあえず読んでみようと読んでみたんですが、もうこれ全くわからないんですよね。何が一体書いてあるんだろうって、同じ校舎にね、経営学部があったんですよ。聞いたんですよね。簿記って多分授業でやってると思うんだけど、なんかどうやって勉強したらいいの、ちょっと教えてくれないって言ったところ、後輩が言ったんです。いや、もう授業受けてるんですけど、全くあんまりよくわかってなくて、単位取れるか不安ですみたいな。って思ってひらめいたんですよね。私は経営学部の子は簿記の授業を受けてるはずなんだから、その授業を聞きに行けばいいわけですよ。大学の授業に潜り込んで聞くことにしました。さところ、なんと、まあ、運の悪いことに教授の教え方がへったくそうで、私のなんか理解する力が低かったのかな。全然ここでも結局わからなくて、まあ、でもわからないなりに単語とかトータルの仕組みをなんか本だけだとやっぱなかなか進まないじゃないですか。で、大学のでも授業って一方的に進んでいくので、その先へ先へ分かろうが分からなかろうが先に進んでいってくれるんです。耳に入れて最後までとりあえず行くぞ、一通り聞いてみた。結局税理士受けるんだったら専門学校に行かないといけないなっていうことで、専門学校のことを調べに行ったんです。日社お化けの3級2級のなんか短期集中講座みたいなのがあったんです。専門学校に通うんだから、その前にこれを私は通って勉強した方がいいなっていうふうに思って申し込んだんです。ですので、私は実際に日社お化けの3級2級を受験して合格通知を持ってるわけじゃないんですね。その税理士試験のためのステップアップだったので、多分日社お化け3級2級は受かるかどうかは分かりませんけど、知識としては十分持ってるんだなというふうに思っております。で、皆さんね、日社お化け3級、まあ、そんなにね難しい資格の中の一つ、まあポピュラーな資格ですよね。皆さん耳に聞いたことある資格なので、皆さんね、なんとなくちょっと勉強すれば取れるんじゃないかなっていうふうに思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、3級より2級の方が難しいんだけど、その3級の方が逆にハードルが高いかもしれないです。簿記の世界観、なんか異次元なわけですよ。なんか3次元と2次元みたいな感じで、そこの世界のルールを理解するのが最初めちゃくちゃきついんですよね。でもルールを理解してしまえば、あとは一気に加速します。でもね、簿記ってやっぱりその理にかなった方法で、
商売をしよう、ビジネスをしようって時に、この帳簿の付け方が、ね、こんなにね、歴史が続いてきた人間の世界において、この方法がやっぱりまだ未だに残っていて、この方法がベストなんだ。この方法が一番黄金のルールみたいな感じなんですね。それが分かった途端、私はちょっと楽しくなりました。キャリアアップしたいからっていうのではなくて、別に知っておいて損のない内容だと思っておりますので、ぜひぜひね、あのね、二小ボケ三級から挑戦したいって方は、頑張ってください。大丈夫です。できるようになります。じゃあ次にね、私が実際にこの2小簿記3級2級という風に続けて受けた税理士試験について紹介したいと思います。次は税理士試験についてです。税理士試験もキャリアアップになるんですよ。税理士試験って5科目受かったら合格なんですね。でその5科目が法律系の科目とこういう簿記系の数字系の科目が分かれてるんです。5つの科目があって揃ったら合格になるんですけど、例えば簿記論受かりましたって言ったら簿記論を取ったってことはもう一生有効なんです。他の試験だと2年3年経つとはいまた1から受け直してくださいねってなる場合多いんですけど、取った科目合格は一生有効になります。しかも科目合格も履歴書に書けます。税理士試験の簿記論受かりました、税理士試験の法人税受かって持ってますっていうのは履歴書に科目合格でも書けます。それはどうしてかっていうと、やはり税理士試験の簿記論を持っている、財務諸表論を持っているっていうと、もうなんか経理の知識、まあ簿記の知識はもちろんのこと経理の知識があるというふうに捉えられます。やはりね、同じくね、経理や事務職には圧倒的につきやすくなります。これはキャリアアップとして有効だと思います。じゃあ次は勉強方法についてです。やはり税理士試験は独学は厳しいと思ってください。専門学校にサポートしてもらった方が早いと思います。もう地頭が良くて、独学で受かったって方も中にはいらっしゃるんですけど、独学は厳しいので、やはり専門学校に行くことをお勧めします。あとやはりね、投下時間が必要です。平均して6年、税理士試験5科目揃えるのに6年前後かかると言われておりますので、かなりの投下時間が必要になるかと思います。今となってはこの税理士として仕事ができるっていうことは本当に良かったなと思ってますので、あの時にこの時間をかけてしておいて良かったなというふうにやっておいて良かったと思っているので、皆さんね、キャリアアップしたいとか何か挑戦したいって方はもうどんどん挑戦していただければと思っております。ぜひ頑張ってください。で、最後です。人生のキャリアアップです。今日はね、私がね、税理士ということで、簿記論と税理士試験ということで人生のキャリアアップを図ろうっていうふうな話の内容だったんですけど、別にね、この資格に限ったことではなくて、キャリアアップってできるじゃないですか。学んだ知識っていうのは一生使えます。決して無駄にはならないので、どんどん挑戦すればいいと思います。何か経験したことで無駄になることは一つもないと私は思っています。できない理由を探さないってことです。皆さん大体できない理由何で持ってくるかというと、お金がない、時間がない、この2つが圧倒的に多いです。これ時間がないっていうのを理由にしたら何事もそうなんですけど、何もできないですよ。キャリアアップしようと思ったら、やはり何かしらを犠牲にしないと手に入れることはできないんですね。時間がないって諦めてしまうのはすごく楽なんですよね。自分も楽だし、他人から聞いてもお金がないし時間がないしって言ったら、あ、そうだよねって納得してもらえるじゃないですか。そういう理由で諦めないでほしいし、そのできない理由をそれお金のせいとか時間のせいにせずに、どんどん挑戦してほしいなと思います。やっぱ諦めなかったっていうのが良かったと思うんですよ。もうね、何度もくじけそうになります。だって簿記の3級からしてなんかよくわからない状態とか、なんとか引っ張り上げてレベルを税理士試験にっていうレベルまで引き上げていったわけですから、辛くなってくるんですね。うまくいかないからで諦めようかなとか、もう別に税理士ならなくたっていいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりでも私はそのなんかなりたいっていう、なんかどうしてもなりたかったんですよね。もう諦めてたら絶対途中で私も税理士なんて慣れてなかったですし、今こうやってね話することもなかったと思います。ぜひ皆さんもね、何か挑戦したいこととかキャリアアップしたいってことがありましたら、ぜひぜひ挑戦してほしいなと思います。はい、じゃあ今日の動画は以上になります。あとね、オンラインサロンの紹介をしておきたいと思います。オンライン上で税理士を味方につけるということで、月額制、完全会員制で Facebook の非公開グループで運営をしています。税金や経理やビジネスの知識を、メルマガで月20本以上読めます。で、相談や質問が OK なので、もう顧問料に比べたら圧倒的に低い料金で税理士を味方につけることができます。概要欄にね、詳しい URL を貼っておきますので、興味がある方はぜひぜひ覗いてクリックしてみてください。はい、それではね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとグッドボタン、高評価ボタンもお待ちしてます。感想やコメントも気軽にどうぞ書き込んでください。それでは本日の動画以上になります。最後まで見てくださった方、本当にいつもありがとうございます。ではでは、税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。